distinct UFOs along the top of the mountain. One of them is even handed. Former Area 51 scientist Boyd Bushman claimed that aliens and UFOs do exist. Before Bushman died in 2014, he spoke with Mark Q and made his deathbed confession about aliens and UFOs he witnessed at Area 51. エリア51の前科学者であるボイド・ブシュマンは死ぬ男の告白で UFO 並びにエイリアンは存在すると証言しています。広志林浜松セリージャパン。まず皆さんにご覧いただきたいのがこの動画です。この動画はロシアの KGB から漏れ出たものと言われていますが、真偽のほどは分かりませんが、それは重要な問題ではありません。この動画を見てこれが本物か偽物かということです。現代技術を使って合成された写真と判断すればそれまでですが、その判断を なさるのは皆さん自身かと思います。今手が出てきましたが、手の動きも自然です。そして私はこのエイリアンと思われる人物の手に注目してみました。まあ、このような華奢な体つきをしているわけです。そして顔の筋肉一つ一つが大変自然な動きをしているのがわかります。皆さん自身で確認してください。ここが今日の最大のポイントということになります。つまりこの動画は本物か偽物か、つまりインチキかということです。で、この動画をもとに今日は話を進めてみたいと思います。ボイド・ブシュマンの証言は本物なのか、それともボイド・ブシュマンの作り話なのか、この動画が一つの決め手となります。しっかりと確認してください。繰り返しますが、私林浩司はこの動画は本物であると判断しました。で、もう一度ボイド・ブッシュマン氏の動画を見ていただきたいと思います。この動画は昨日編集しアップロードしたものです。2018年12月27日です。で、ボイド・ブッシュマンはこの中でですね、エイリアンの手なるものを紹介しています。その一部を皆さんに確認していただきたいと思います。ここですね、これがエイリアンの手だとボイド・ブッシュマン氏は証言しています。ボイド・ブッシュマン氏自身がこの写真を撮影したと証言しています。で、この手が、まあ、本物なのか偽物なのかということになるわけですけども、この手と同じものがですね、先ほどお見せしました KGB からリークアウトした写真の、まあ、動画のですね、エイリアンの手と一致しています。これがボイド・ブッシュマンが示したエイリアンなる人物のですね、手ということになります。で、比較してみますが、まずこの手をしっかりと確認してください。指が普通でないほどに長いということですね。左が私の手です。右がボイド・ブッシュマンが示した写真です。指の長さが
まあ、ボイド・ブッシュマン氏によればですね、人間のそれよりも 30% ほど長いということです。そして先ほどの KGB からリークアウトした動画ですけども、この中に右のエイリアンと思われる人物の手が出てきます。注意深くご覧ください。ここですね。で、この手とボイド・ブッシュマン氏が示したエイリアンの写真の中に写っている手が一致していると私林浩司は判断しました。ストップモーションかけてみますから注意深くご覧ください。ここですね。ここでストップモーションかけてみました。で、この手をですね、拡大し180度回転してみます。180度回転しました。で、この手と中央の手を比較してみてください。私は同じと判断しました。いかがですか。となるとボイド・ブッシュマンのこの写真も KGB の動画も両方とも本物か偽物かという択一問題ということになります。つまりどちらも本物であるか、どちらも偽物であるかということになるわけです。しかしこの両者の間には接点がありませんので、つまりこの両者は本物であると私は判断しました。つまりボイド・ブッシュマン氏の証言は真実であると判断して良いのではないでしょうか。つまりボイド・ブッシュマンは真実の告白者ということになりますが、となるとボイド・ブッシュマン氏が示した一連の写真はですね、まあ皆本物である、つまり信憑性がぐんと高まるということですね。つまり真実であると判断して良いということになります。もう一度皆さんに確認しておいていただきたいと思います。左が私の手、右がボイド・ブッシュマン氏が撮った写真です。そしてKGB から漏れ出たと言われている動画の中に映っているエイリアンらしき人物の手です。で、この3者をですね、比較してみるとですね、右2者は明らかに人間の手ではないということになります。同時に右2者はですね、2つはですね、つまり信憑性の高いエイリアンの手ということになります。となるとボイド・ブッシュマン氏が動画の中で示している写真は本物であると判断して良いのではないでしょうかという前提で、ボイド・ブッシュマン氏がですね、動画の中で示している写真をここで検証してみたいと思います。で、ボイド・ブッシュマン氏が撮影したとされる写真ですけども、この写真の中には UFO らしきものが写っています。この写真も UFO のものということになります。で、ボイド・ブッシュマン氏のこうした一連の写真ですよね、について否定主義者の方たちはフェイクであると、そのように主張していますが、ここで大変気になる写真が出てきます。左上のこの UFO です。ボイド・ブッシュマン氏がエリア51で撮影したと言われています。で、それと同じものがですね、このようにリークアウトしているわけですけども、この写真は偽物であると一般には言われていますが、ボイド・ブッシュマン氏の証言と言いますか、写真を重ね合わせてみると信憑性がぐんと高くなるということです。もう一度比較してみてください。
ボイド・ブッシュマン氏の持っている写真の方は、まあ、台紙の方がですね、ややたわみがあるという点も考慮に入れてください。つまりこの両者は両方とも本物なのか両方とも偽物なのかということになりますが、私は両方とも本物であると判断しました。その証拠の一つが次の動画ということになります。まずそれをご覧になってください。Hey YouTube, it's Rick from Look Now TV. Check out this awesome UFO video. I was on an American Airlines flight from San Jose, California to Houston, Texas on October 30th, 2015 when I noticed a blinding bright light in the desert near Luning and Gabbs, Nevada. I watched the object as the plane advanced. I saw a large silver disc that appeared to be in the middle of the desert. The disc was shooting orb-like lights into the air. The disc itself had multiple lights that were blinding to the eyes.I pulled out my phone and I took pictures until my phone died. I had a full battery, but was only able to get 6 pictures before my phone was depleted. The captain never said a word and the plane advanced until the object was behind the mountain range. No other passengers seemed to notice the disc or comment on it. Initially, I thought it was a satellite, but now leave it up to your interpretation. What do you guys think this is?上がある若い男性が飛行機の中から偶然写真に撮った謎の物体です。で、明るくしてみますと楕円形の形が浮かび上がってきます。赤い線でそれをなぞってみました。で、この物体は何かということなんですけども、実はこの物体はですね、先ほどお見せしましたエリア51で撮られた UFO なる、まあ物体ですよね。一般には偽物と言われていますけども、奇妙な点で一致しています。この黄色い線に注意してください。ちょうどこの黄色い線のところにですね、スポークのように中心部から外円部に向かって分かれているように見えます。その分かれ方の数がですね、正確には分かりませんが、ほぼ同じと私は判断しました。つまり下の物体がですね、エリア51の上を飛んでいて、それを、まあ、飛行機から見た人がいて、それを写真に収めたということではないでしょうか。つまりこれがその証拠、イコール下の物体はこれはいたずらではなくて本物であるということになるのではないでしょうか。話をつなげます。他にもブッシュマン氏はこんな写真も紹介しています。まあ、従来の UFO ということになるわけですけども、そして先ほど紹介しましたエイリアンの手ですね、指が長い、この手が本物であるということになれば、一連の写真も皆本物であるということになります。で、エイリアンの死体って言いますかね、の写真もブッシュマン氏は公開しています。グレーとブッシュマン氏は言っていますけども、グレーにもいろいろなタイプのグレーがいるようです。で、その一方でこんな写真もやはりリークアウトしてますけども、この写真については一般には偽物である、作り物であると判断されていますが、これも本物ということになるのではないでしょうか。 Bye for now.